ここ通るの何度目かな。何言ってんだ、初めてだろうが。あんたって、はあ、言うだけ無駄よね。それにしてもフランキーたちが見つけたキノコ、薬の材料になったりしないかな。チョッパーの研究熱心ね。おい、サンジ！返事がねえ。ってことは、もう洞窟の中に入ってるみてえだな。いた！サンジ君よ！来たのか。もう少しこいつを集めたら戻るつもりだったんだ。食材集めなら俺たちも手伝うぞ。いや、こいつは食材じゃねえんだ。こいつはあわあわキノコ。あわあわキノコ？こいつは味はいまいちだが、水に溶かすと炭酸を出すんだ。そうか、そいつでコーラを作るんだな。うまくいくかは分からねえけどな。それならみんなでその泡のやつを探そう。でも、コーラなんか作ってどうすんだ？みんなで飲むのか？なんでよ。海の底に沈んでるブルックの体を回収しに行くためでしょうが。ああ、コーラがねえとシャークサブマージ3号も動かせねえからな。必要なのはあと3つだ。入り口付近にはもうねえから奥へ進むぞ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。いつでもいいぞ。竜巻！俺の仲間に手出すな！ゴムゴムのガトリング！行くわよ。そこまで。ちょっと痛い。みんなで力を合わせるんだ。あいつ、なんかしてくるぞ。やるか。竜巻！邪魔だ！行くぞ！うりゃ！ゾロ、次も俺に任せろよ。成長を実感できるほど。
気をつけて、ルフィ。ああ、油断はしねえ。刀がうずく。存分にやらせてもらうわ。任せて。ミルフルール、ギガンテスコマーノ、スパンク。準備はできてるぞ。行くぞ。どうだ。俺が。行くわよ。お前じゃ退屈。これならどうだ。どけ。ぶっ飛ばしてやる。こんなところで満足はしねえ。俺は勇敢なる海の戦士。行きましょう。刀がうずく。竜巻。ゲイ。もう気が抜かねえ。そこだ。私たちを狙うなんて運の悪い。そこまで。これでどうだ。
できてるぞ。行くぞ。どうだ。刃こぼれすら己の恥だ。これは行くわよ。足手まといにはならねえ。休んでる場合じゃねえんだ。ちょっと痛いの。まずいわ。お前じゃ退屈しぬ刀の髪に切る。怪物のパワー、待ってろ。くらえ。俺は負け。はっ、くらえ。メシー。最初にここに来た時に比べると俺たちだいぶ力を取り戻したよ。だがまだこんなもんじゃねえ。そうか、てめえはそんなもんだろう。これでコーラを作れる。あとはこいつを詰める樽だな。樽ならアディオの小屋で見たぞ。貸してもらおうぜ。そうか、じゃあ小屋に戻ろう。なんか言ったかヘボコック。
あら、何かあるわね。よし、仕込みは終わった。これで一晩待てばコーラができる。待たせたな、ブルック。これでお前の体を探す。よっ、嬉しいですね。待ち焦がれましたよ。コーラができるのは夜明けになる。少し時間があるな。じゃあ夜が明けるまでに準備を済ませておきましょう。そうですか。では私待ってますので、準備ができたら声をかけてくださいね。飯だ飯。お、腕が鳴るな。任せとけ。任せてちょうだい。あら、よかったじゃない。少しは強くなれたかしら。次はあっちに行くんだ。どこまでも楽しまーす。あ、どうした、ブルック。なんだか私の体浮き上がった気がしまして。え、そうなのか。元から浮いてるじゃねえか。いえ、
本体の方なんです。え、本体が浮いてきてるの？場所はわかるの、ブルック？こっちの方角ですね。海岸の方ね。皆さん、海岸までお付き合いいただけますか？よし、海岸に行こう。いやー、皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。よっほほほほ。それでは早速。今はいい。もしかして海岸に流れ着いてんじゃねえか？海底の岩場で削れてなければいいのか？怖えこと言うなよ。お前ら警戒はしとけよ。なんだよゾロ、ひょっとして海岸に何かいるのか？さあな。だがこの島だ、何が起こるかわからねえ。待ってさ、この辺りだと思いますが。これはなんだ、サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よほほほほ、皆さん見てください、あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。で、私結局骸骨のままなんですけど。よかったわね、ブルック。でもこの氷どこから来たのかしら？砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるのを見た。雷鳴の遺構で雷の巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに、巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだろう。この氷も同じだ。氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。な、話を聞きやがれ。え、なに、あ、私の体、え、なん、私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。ぶっ飛ばしてやる。俺の方はいつでもいいぞ。そこまで。はっ、これでどう？準備はできてるぞ。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパ。おう。よし、行くか。いけるか？
手強いわね。みんな気をつけて。ちょっと痛い。怖くない。行くぞ。ドクター、ドクターレーヌ、俺ちょっと強くなったよな。ブルックの体返せよ。おい、ルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ。おい、ブルック。ブルックのやつどこに行った。この野郎、いきなり降ってきやがった。どうするのルフィ、私たちまだ。やるぞ。あの炎のやつを倒してブルックを探すんだ。一刀流いよい。シッシッソンソン。これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルール、クロトラマード、ショック。今がチャンスだ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。おう、やるな。クソ、こいつ火力が桁違いだ。よほほほほ、私も一緒に戦いますよ。ブルック元…はい、お待たせしました。私ブルック、体を取り戻してここに復活いたしました。よし、これで全員揃った。よかったなブルック。よほほほほ、やっと皆さんのお役に立てる時が来ま…皆さんと一緒に冒険ができず、また…私にも海賊の意地がある。ソウルソリッド。くらえ！みんなで力を合わせるんだ。これで元気になるぞ。よほほほほ、助かりますチョッパーさん。おう、やってやろうぜ。ウサベガールデンパウダー。ちょっとやばいかもな。粉骨砕身身はないんですけど。肩慣らしといくか。
ギアセカンド、ゴムゴムの、レッドホーク。いてえ。やるな。やべえ、意識が。私の番のようね。大丈夫、これでみんな直せる。ありがとう、チョッパ。これは一つ効果しよう。こんなものはつばつけとけ治る。一刀流いよい。しっ、シュッソンソン。ぶっ飛ばしてやる。ギアサード、ゴムゴムのギガントピストル。くそ、体が熱い。一刀流いよい。シッシュッソンソン。こんなもの。これでみんな直せる。助かった、チョッパー。俺が、いや、サード、ゴムゴムのギガントピストル。これで初めて戦った時のリベンジ。なんだ、あの時はアディオに助け、力が戻ってきた。みんなの役に立ってみ。少しは強くなれたかしら。私の予報は百発百中、決して外さないわ。よし、変態マリモのやつには負けぬ。勝ったか。大した奴らだ。ああ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、わかった。行くぞお前ら。実際よくやってくれたぜ。例代わりになるかどうか、お前たちの目標は俺が自らの手で立ててやろう。ポロポロ、あっちゃん。そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。その電電虫、お前がくすねてやがったか。ははは、いろいろ便利なんでな。で、何の用だ。ワフルドからの危険信号を本部が受信した。アディオ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ、できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を。ああ、結界は解けた。
神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ本当に犯罪者になり下がるつもりか。今さらかよ。世界政府の作った法に照らせば俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。数百年もの間、言われのない罪を背負い迫害にも苦しめられた一族だ。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが神の息吹を持ってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしてもお前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても拉致が開かねえ。いつも一緒にいたポロロッカとかいう相棒はどうした？あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ、ポロロッカはいねえのか？いいか、スモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぜ。神の息吹の封印が解けた。蓋が開いてしまったか。積み込めるだけの軍艦を派遣しろ。世界に知られる前にあの遺物を消し去るのだ。ルフィたちが全ての力を取り戻したらこの冒険も終わる。そうしたら私本当のことを話してルフィたちに謝らなきゃ。いくらアディオのためでもみんなを、ルフィをもう一度あんな辛い目に遭わせてしまった。ルフィは私のことを友達って呼んでくれた。もうこれ以上みんなに嘘はつけないの。そう、でもあなたは友達を失うのが怖いのね。でもたとえそれで嫌われてしまっても本当のことを言わなきゃ。このまま嘘をつき続けるのはもっと嫌なの。これでみんな揃った。あとは最後のメモリアへの冒険だけね。よっ、やっと私も皆さんと共に冒険に行けるのですね。でもリムの体力がちゃんと回復してからだぞ。疲れてるようだったら今日はダメだからな。わかった、とにかくアディオの家に戻ろう。あ、見てください、リムさん、あちらにいますよ。おお、見た感じ元気そうじゃねえか。